水穂ハイランドは、島根県大地群有南町のスキー場である。ゲレンデゲレンデセンターハウス夏の水穂ハイランド夏の水穂ハイランド西日本でも、有数の広さと雪質を誇る。中国地方や九州からの来場者が多い。エリアは、ハイランドサイドとバレーサイドの二つに分かれる。以前の経営母体が、経営不振に陥ったため、2007年10月に、 水ホリゾートが経営を引き継いだ。その後は、バークリープロパティ株式会社が施設を所有し、水ホリゾート株式会社が運営していた。広島県をはじめ西日本各地から来場者を集め、2014年7月期には、年収入港、約9億5100万円を計上していた。しかし、その後は、暖冬の影響による雪不足などで、営業に数 来場者数の減少が続き、2018年7月期の年収入口は約6億7600万円にまでダウン2期連続の最終赤字を計上していた。その後も記録的なダウン等による雪不足は解消されず、厳しい運営が続く中、2019、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響も加わって来場者が大幅に減少。 2019年シーズンは3月22日に営業を終了していた。2020年3月31日に、ミズホハイランド、バークリープロパティ、関連会社であるミズホ商事が事業を停止し、事後処理を弁護士に一任。ミズホハイランド、バークリープロパティ、ミズホ商事の3社は、同年4月22日に、東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。 旧水穂ハイランドの運営会社の破産管財人は、水穂ハイランドの営業再開に向けて、スキー場関連施設を維持管理しながら後継企業を探していた。2021年4月には、水穂ハイランド支援協議会が発足し、協議会が破産管財人の活動に様々な支援をしていくことになった。2021年7月、広島市に本社を置く、 青いテクノサービス株式会社が運営を引き継ぐことが発表された。1ハイランドサイド3バレーサイド、水穂ホリゾートに関するカテゴリー、バークリープロパティに関するカテゴリー。ありがとうございます。